1945年の仙台空襲から今日で77年です。青葉区では当時の被害を振り返る企画展が開かれています。また戦没者の慰霊祭も行われました。終戦間際の1945年7月10日未明、アメリカ軍の爆撃機による1万発以上の焼夷弾で1399人が亡くなり、仙台の中心部は焼け野原となりました。その記憶を伝える戦災復興展が青葉区のトークネットホール仙台で開かれています。今年は同じ7月10日に空襲を受けた岐阜など3都市の被害を伝える写真や、コロナや高齢化で活動が難しくなっている語り部の戦争体験が紹介されています。また今日は仙台空襲など第二次世界大戦の犠牲者を追悼する慰霊祭が行われました。今年は新型コロナの影響で式典を中止し、自由献花のみとなり、遺族会の会長らが献花に訪れ、平和への決意を新たにしました。防空壕の中で B29 の音を聞いたりしたもんですからね、それを思い出しましたけど、これからは絶対戦争はしないで平和の時代を過ごしてもらいたい。